丹南陣屋は、大阪府松原市丹南三丁目にあった古代大,大名、高木氏が藩主を務めた丹南藩の藩長である。江戸時代後期には、丹南役所とも呼ばれた。河内国丹南郡丹南村に、藩の陣屋を置いた高木氏は、三河国の出身で、初代藩主、高木正次は関東及び、大見国に旧戦国を領する旗本であったが、元羅九年大阪常藩となる。 この時、千国の仮想を受け、計一万国となるが、孔治海地となり、相模国海老名を離れ、河内国丹南郡二十三家村内に一万国を領有し、大名となる。そして、丹南村を陣屋を構えて、丹南藩を立藩する。六大聖鎮の時に、江戸上府となり、それ以降の藩政はすべて、江戸藩邸で行われる。十二大聖、広氏の時に、 明治維新を迎え、明治元年には、陣屋内に、藩校、丹南学校が設置される。明治2年6月の藩籍奉還により、生誕が藩知事となり陣屋は、藩の長者となる。明治4年13代正前の時、廃藩となり藩領は、丹南県となる。そして、同年11月22日に廃県となり、堺県へと編入される。陣屋の跡地は、 大正10年には民有地の田畑となっており、すでに痕跡は残っていなかったようである。現在は工場、店舗、民家となっている。発掘調査により、丹南神谷及び丹南学校の遺構の一部が確認されている。神谷の西隣にある雷号寺は高木市の母大寺であり、墓所に初代正嗣と十一代正明の逸話等が現存し、 山和前には十四大聖徳が昭和十二年に記した旧丹南藩主高木門戸聖神屋氏の石碑が残る。なお、神屋の御殿の客殿の一部が来号寺の奥座敷として明治維新後に移築減存されていたが、取り壊されてしまい、現存しない。米軍撮影空中写真、USAM157A-6 から1771946-06 零六撮影、出展、国土画像情報国土交通省丹南陣谷の正確な位置や建物の詳細を知る手がかりは極めて少なく、明治6年3月の丹南村地籍図が唯一のものである。この地籍図には一筆ごとに地盤が記されており、地目ごとに色分けされている。丹南陣谷は丁内地と記されているが、区画内の詳細な様子は描かれていない。また、 陣屋南西の西除川右岸に、丹南県総連城が存在したことがわかる。陣屋内の建物配置については、明治13年1月の丹南村地籍図、敷地内に残る陣屋、学校時期、学校内の生示名、そして発掘調査成果より、陣屋の西側に、役所機能がある犯行、丹南学校が併設されたと推測できる。上田はじめは、 地石図と住民への聞き取りより、陣屋復下案を作成しており、これによると、東西最長235メートル強、南北190メートル強の約5900坪余りとなる。また、丹南村北端を東西に伸びる、道の北側に、陣屋正門が南向きに立ち、道を挟んだ南に御用地が存在した。江戸城府であったため陣屋には、 大家一家わずかな家臣のみが常駐したようであるが、幕末から半籍紀奉還の頃までに半周以下江戸染めの家臣が引き上げてきた。そのため、急速に建物の増築と整備が進められたと伝わる。陣屋東側に家臣の住居が集まり、庄屋宅北裏には家臣の家屋が立ち並んだそうである。また、来号寺の間にも家臣長屋が存在し、さらには、 丹南村に分縮した者も,もいたと伝わる。これら建物の痕跡は、明治13年の地籍図で一部を確認することができる。明治7年に作成された丹南村の一村原町長には、氏族の家が80個人口324人と記載があることから、陣屋及びその周辺に居住した家臣とその家族は、最大でもこの規模と考えられる。ありがとうございます。